皆さんこんにちは、ラバーズホリデーのタカとゆかです。私たち夫婦は石垣島、宮古島、どちらの島も毎年通うくらい大好きで、この季節になると石垣島と宮古島どっちがおすすめとよく聞かれます。皆さんは石垣島と宮古島それぞれどのようなイメージをお持ちですか？美しい海、お魚天国、焼肉、姉妹酒屋、実はそれらのことはどちらの島も揃っています。同じような島に見えるのに、どうして私たち夫婦は石垣島、宮古島それぞれの島へ毎年通い続けているのか。今回は旅行者目線で徹底比較、石垣島 vs 宮古島、あなたが行くべき島はどっち、やっていきたいと思います。観光、グルメ、移動手段、コスパ、4つのカテゴリーで徹底比較。石垣島と宮古島へのぼんやりとしたイメージをより明確に、そして皆さんの後悔のない旅行プランの役立てにぜひご活用いただければ嬉しいです。それではスタート。ラバハリ、まずは石垣島の大まかな説明からお話ししていきます。石垣島は端から端までおよそ1時間ほどの大きさの島で、観光スポットが車で10分から15分ほどの距離で点在し、山や川があり、雄大な自然の中ドライブすることができます。石垣島一番の観光スポットは、沖縄で唯一ミシュラン三つ星を獲得したカビラ湾。船が浮かんでいるかのような透明度のカビラ湾の景色は必見です。山や川がある石垣島では海遊びだけでなく登山や川遊びもできます。そして夕暮れな離島ターミナルから船で海を渡れば、水牛のいる沖縄の原風景が広がる竹富島など、個性豊かな八重山諸島の島々をアイランドホッピングすることもできます。石垣島のまとめです。海と山、ダイナミックな自然でバラエティ豊富に遊びたい、沖縄の原風景に感動したい、あなたが行くべきなのは石垣島です。続いて宮古島の大まかなご説明です。宮古島も端から端まで1時間ほどの大きさの島で、観光スポットが車で10分15分ほどの距離で点在し、観光のしやすさはどちらの島も観光スポットに恵まれた素晴らしい島です。宮古島には山や川がありません。山や川がないからこそ、雨が降っても山からの泥などが海に入らず、海が綺麗なのだと言われています。宮古島観光の目玉は、東洋一美しい与那覇前浜ビーチ。全長7キロにも及ぶ広さのサラサラの白い砂浜と青い海は、一生に一度は見るべき絶景です。そしてビーチエントリーで楽しめるシュノーケルスポットが石垣島よりも豊富で、 2,3 泊では制覇しきれないほど。お魚だけでなく、ウミガメに出会えたりと、最上級の海の綺麗さを求める方、シュノーケリングが好きな方へは宮古島が一歩リードします。そして海岸線をドライブするなら、宮古島の景色が日本一だと私は思っています。宮古島と伊良部島、来間島、池間島、4つの島が橋でつながっていて、息を呑むような宮古ブルーの上を爽快に駆け抜ける体験は、一生の思い出になること間違いなしです。宮古島のまとめです。東洋一の圧倒的な宮古ブルーと豊富なシュノーケリングスポット、最上級の海の美しさを求める、あなたが行くべきなのは宮古島です。美味しいグルメも旅行の醍醐味ですよね。石垣島、宮古島、どちらの島も沖縄らしいグルメが名物で、沖縄そば、ハンバーガー、タコライス、スイーツ、焼肉、居酒屋、揃っています。それぞれにどのような強みがあるかと言われると、強いて言えば、おしゃれなカフェが好きなら宮古島、お酒が好きなら石垣島かなと思います。宮古島はとにかくおしゃれで可愛いカフェがたくさんで、映えたい女子旅には宮古島がおすすめ。対して石垣島は三崎町という繁華街が夜は盛り上がりを見せていて、ワイワイ飲むのが好きな方は石垣島がおすすめです。ただ本当に大きな差はないので、どちらの島へ訪れても沖縄らしいグルメを堪能していただけます。そしてグルメ重視のあなたへ、絶対行くべきおすすめしたい時期があります。それは6月から7月いっぱいの旬のマンゴーのシーズンです。この時期に旅行すれば、石垣島、宮古島両方の島でマンゴーを食べることができるのですが、特にマンゴーにこだわりたいなら、生産量日本1位の宮古島を訪れてください。マンゴー農園の直売所やフルーツパーラー、道の駅など、さまざまなところでマンゴーを宮古島ならではのお手頃な価格で購入できます。宮古島のフレッシュで爽やかな甘さと、じゅわっととろけるような食感のマンゴーを食べてしまうと、
もう他のマンゴーが食べられないと思ってしまうほど。両方の島でマンゴーを味わいましたが、一番幸せだった食べ方は宮古島でのマンゴーパフェが一番幸せだったなと思います。ぜひ一度味わっていただきたいです。ここまで観光グルメとお話ししてきましたが、じゃあ肝心の移動手段はというところですよね。石垣島、宮古島ともほとんどの旅行者がレンタカーでの移動を考えていると思うんですが、近年話題となっている沖縄のレンタカー不足問題、直撃しております。中でも私の体感で一番レンタカーが足りていないなと感じる地域がここ宮古島なのではないかと思っています。とにかく売り切れるのが早く、需要に対して供給が間に合っていません。ご旅行の予約よりも前にレンタカーの予約をして、予約したレンタカーのスケジュールに合わせてツアーの予約をした方が良いレベルです。昨年アップした宮古島の動画のコメント欄で、レンタカーどこで予約しましたというコメントをたくさんいただきまして、どれだけレンタカーが足りないのか本当に実感しました。レンタカー以外の移動手段として、路線バスや空港へのリムジンバスがあるにはあるのですが、本数が少なく、バスを使って島を観光するのは難しそう。そしてレンタカー不足に伴い、観光タクシーの需要が高まった関係でタクシーも不足しているそうなんですよね。移動手段が乏しい状態で観光するのは正直無理があるので、個人的にはレンタカーの予約が取れない状況であれば、観光なしのプランに切り替えて、空港から送迎ありのリゾートホテルでゆったりホテルステイ、ホテルのアクティビティツアーに申し込んで海を楽しむ、そんな宮古島旅行がおすすめかなと思います。宮古島にとっては少しネガティブに感じるお話に聞こえたかもしれませんが、それだけ今の宮古島は注目と人気が高まっているということです。この動画をご覧いただいた方へは、むしろ入念に準備をしていただいて、宮古島旅行を存分に楽しんでいただきたいと思っています。レンタカーなしなら石垣島がおすすめです。宮古島と比べると石垣島のレンタカーの方が予約を取りやすい印象です。そしてレンタカーなしなら石垣島がおすすめな理由、それは新石垣空港から離島ターミナル行きのバスが1時間1本あることです。離島ターミナル近くに宿を取れば、ビーチへ行くなら離島ターミナルからバスで30分ほどで前里ビーチまで行くことができ、離島ターミナルから竹富島などへのアイランドホッピングも可能。三崎町でグルメカフェを楽しんだり、夕暮れなモールで買い物したりと、石垣島ならレンタカーなしでも十分旅行を楽しむことができます。本当はレンタカーあった方が楽しいですけどね。コスパという点において、今回私たちは2つのポイント、お得に LCC のツアーを利用することができること、滞在時間が長く過ごせることの2点に注目してみました。そういった意味ではツアーのコスパ感は石垣島がリードします。新石垣空港へは LCC のピーチが1日2便飛んでいて、出発地朝便出発、石垣島午後便出発を選ぶことができ、午前中に到着し最終日夕方までたっぷり滞在できるお得感があります。一方、宮古島へ一番お得に行けるツアーは下地島空港へ到着するジェットスター利用のツアー。このジェットスターは1日1便しかなく、到着時間は午前中、帰りも午前中の便なので、最終日もう少し楽しめたらなという気持ちになります。この路線はゴールデンウィークやお盆期間は1日2便へ増便するので、もっと増えてほしいと切実に願っています。ジェットスターの方、もしご覧いただけてましたら、ご検討のほどよろしくお願いします。ラバハリ。はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。徹底比較、石垣島 vs 宮古島、あなたが行くべき島はどっち、観光、グルメ、移動手段、コスパ、以上4つのカテゴリーでお話ししてきました。皆さんの行き先は決まりましたか？ぜひコメントで行き先を聞かせてください。私たちは石垣島も宮古島も大好きなので、これからも通い続けたいと思います。この夏も宮古島を訪れる予定ですので、よろしければチャンネル登録をして動画を待っていただければ嬉しいです。この動画が良かったらグッドボタンも忘れずに。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までありがとうございました。